うん。女の子はにっこり笑うと、弾むように私の隣に座って、おむすびを受け取り、よかったね。その仕草を見てると、なんだか温かい気持ちになって、パーッと笑顔が浮かんでくる。やっぱり、勇気を出してよかった。この子もでも着物を着てますね。もしかして、これって初めてお友達ができるチャンスかもしれない。どうしようどうしよう。おむすびを口に運びながら、私の頭はそのことでいっぱいだった。お友達になるにはまずどうしたらいいんだろう。お人形だって名前がないと不便なんだから、まずは自己紹介をすればいいかもしれない。慌てて口の中のご飯を飲み込もうとしていたら、女の子が小さく笑った。おぎおぎよくおむすびを口に運んでいた手を止めて、私の顔を覗き込む。私、千鶴。すごい。まるで私の考えていることが伝わったみたい。一人じゃなくなったこと、名前を教えてくれたこと、いろんなことが嬉しくて、私は焦っておむすびを喉に詰まらせた。私、は、知ってる。かごめちゃんでしょ？私の背中をさすりながら女の子は言った。むせながらうなずいたけれど、よく考えたら不思議なことだ。だって私たちは今初めて会ったのに。何も答えない。どうして私のことを、うわ、これどんどんカリッチポイント使っちゃうから一旦何も答えないでいようか。それも察してくれるだろう。私は何て言ったらいいかわからなくて、ただ女の子をじっと見る。そんな顔しないで。私のお母さんがカゴメちゃん家でお手伝いしてるから聞いてただけだよ。そうなの？うん。あ、カゴメちゃんって呼んじゃった。女の子は口を押さえた。それはいけない言葉だから、口の中に戻しちゃおうってするみたいに。だから私は慌てて言った。カゴメちゃんでいいのでしょう、これは。もう使わせてくれ、カリッチポイント。カゴメちゃんでいいの。みんなカゴメさんとか、お嬢さんとか呼ぶけど、私、そんなの大嫌いだから。自分の声が思った以上に大きくてびっくりしたし、大嫌いなんて言葉を使ったのも初めてだった。ドキドキは止まらなくって、私はどうしていいかわからずに、とりあえず手元のおむすびを頬張った。千鶴ちゃんは、そんな私を見てニコニコ笑っている。じゃあ、カゴメちゃんって呼ぶね。私は大きくうなずいた。じゃあ、私は、ちーちゃんって呼んでいい。嫌だって言われたらどうしよう。せっかくのお友達をなくしたくない。だけど、千鶴ちゃんは、笑顔のまま、大きく一度うなずいてくれた。カゴメちゃん、ちーちゃん。私たちはただ、お互いを呼び合って、それだけでクスクス笑った。何かがおかしいんじゃなくて、胸の中が嬉しい気持ちでいっぱいになって、自然に笑顔が溢れ出してくる。めっちゃいい話じゃんね。かごみちゃんのお人形、かわいいね。かわいいでしょう。でもまだ名前がないの。ちーちゃん、一緒に考えてくれる？いいの？うん。私が渡したお人形を、ちーちゃんは、珍しいものを触るみたいに、おずおず触っている。その横で、私はお人形のための歌を歌ってあげた。私の可愛いお人形さん、お目目はパッチリ大きくて、髪はツヤツヤ光ってて、お姫様みたいに大切に。お人形の髪を撫でる、ちーちゃんの手が止まる。お姫様みたいに大切に。寂しげな声で、私の歌をちーちゃんは繰り返した。急にどうしたんだろう。お人形はあんまり好きじゃなかったの。それとも、私の歌が気に入らなかったのかもしれない。どうしようどうしようと不安になるばかりで、何を言えばいいのかよくわからなくなってしまう。ちーちゃんと人形に西日が差している。セミの声は日暮らしの声に変わった。お嬢さん、かごめお嬢さん。遠くでお手伝いさんが呼んでいる。帰らなきゃ。夕ご飯の席に遅れたらお父様に叱られてしまう。慌てて立ち上がった私に、ちーちゃんはそっと人形を返してくれた。あのね。首をかしげたちーちゃんの顔は、もうさっきみたいに寂しそうじゃない。でも私は言葉の続きをなかなか切り出せずにいた。お嬢さん、かがむお嬢さん、どちらにいらっしゃるんですか？もうお家に帰らないといけない。ちーちゃんと一緒のところをお手伝いさんに見られたら、きっとお父様に知らされてしまうことだろう。そしたら、もうちーちゃんとは遊べなくなるかもしれない。そんなのは絶対に嫌だ。けれど、ちーちゃんに迷惑はかけたくない。私は家へ向かって走り出しながら、振り向きざまに言った。ちーちゃん、明日もまた会える。じゃあ元気でね。うわ、これも、
カルチポイント使いたくなっちゃうな。ちいちゃん、明日もまた会える。ちいちゃんは庭石に座ったままで笑って言った。会えるよ。だって私たちもうお友達でしょ。お友達。私たちもうお友達なんだ。私はもう一人じゃない。お手伝いは相変わらず私のことを呼び続けてるけど、私は足を止めて振り返り大きく手を振った。約束だよちいちゃん。約束だからね。私は夕ご飯の時間が嫌いだった。朝ごはんと昼ごはんは大抵お父様は出かけていないけれど、夕ごはんは必ずお父様がいるからだ。食事の間中、正座しなきゃいけないことやテレビをつけられないことはいつも同じだけれど、お父様がいる食卓はなんだかとてもピリピリしている。私はお父様にお箸の使い方を注意されないように気をつけなきゃいけないし、お父様は誰の粗相も見逃すまいと目を光らせているやだなぁ、それはちょっと厳しいね。お母様はほとんど食事にも手をつけず、ずっとお父様にお酒を注いだり、空になったお茶碗に手早くご飯をよそったり。だから私の家の夕ご飯の風景は音も会話も何もない。でも昔であればあるほどやっぱそうだったのかもしれないですね。でも今日はどうしても聞いておきたいことがあって、私は思い切って声を出してみた。あのね、お母様、できるだけ小さな声でと思ったのだけど、部屋の中が静かすぎて私の声は思ったより大きく聞こえてしまう。それでも私は続けた。うちに新しいお手伝いさんが入ったの？お母様は答えてはくれず、目も向けてくれない。私はお母様の真っ白な割烹着を引っ張った。ねえ、お母様、そうなの？静かにしないか、かごめ。お父様の叱責が飛んだ。大きな声で、障子までビリビリ震えている。しんどいなぁ。私はびっくりして、お味噌汁のお椀をひっくり返してしまった。熱っ。出来たてのお味噌汁が手にかかる。お母様が慌てて私の手を取ると同時に、お父様の叱責が飛んできた。落ち着きがない。お前はそれでも鴨泉家の跡取り娘か。耳を塞ぎたいくらいの怖い大きな声。お母様は私の手を軽く握ったまま、おろおろとお父様の顔色を伺っている。お前もだ。日頃からきちんとしつけていないから、こんな不作法な娘に育つんだ。いいから、自分の始末は自分でさせろ。申し訳ありません。そう言って、お母様は私の手を離した。熱いお味噌汁で真っ赤になった手を。仕方なく、私は転がったお椀を手にお台所へ立つ。後ろ手に閉めた障子の向こうでは、まだお母様を叱るお父様の声が続いている。そういえばお母様、私の手を取ってくれたっけ？あのまま叱られていなければ、お母様はこの手を冷やしてくれたのだろうか？私のことを心配してくれたのだろうか？お椀を床に置くと、私は障子に手をかける。障子を開けるやめておく。なんかなくなっちゃうよ。でも開けたいよな。こっち選ぶやろってとこにカリッチポイントあるよな、今回。黙って障子を開けると、お父様の冷たい視線が私に向けられる。なんだ、まだいたのか。その、お父様。茶碗の片付けは終わったのか。いえ、まだです。お母様の救いを求める視線に耐えきれず、私は障子を閉める。あのまま居続けたらきっと、私もお母様に余計に怒られてしまう。だから、このままでいいんだ。床に置いたお椀を拾うと、怒鳴り声が響く障子に背を向ける。とっさに添えてくれた手のぬくもりを思い出すと、ちくりと小さく胸が痛んだ。それで、そっか。それでそんくらい思っちゃうぐらい普段からあまり愛情を得てないっていうことだもんね。昼間は見知らぬ大人たちが集まっているお台所だけど、この時間はもう誰もいない。私は手を冷やすための布巾を取りたくて、流しの前で精一杯背伸びをした。でも、小柄な私の手では届かない。もっと大きくなったらいいのに。取りたいものが自由に取れるくらい。聞きたいことが自由に聞けるぐらいに、そうでなければ。こんな家、なくなっちゃえばいいんだ。あんな怖いばかりのお父様も、優しくしてくれないお母様も、いなくなってしまえばいい。
そしたら私は自由になって、大好きなおばあちゃんとずっとずっと一緒にいられる。それは想像しただけでも、とても幸せなことのように思えた。おばあちゃんと二人っきりなら、きっと格の違いなんて気にせず、私だって普通の子みたいに暮らすことができるはず。そんなことを考えてお台所にじっと立っていると、おばあちゃんがひょいと顔を出した。おや、どうしたね、かごめ。おばあちゃん。あれあれ、真っ赤に腫らして。こっちへおいで、とっておきの薬を塗ってあげようね。うん。お父様はいつも怒ってばかり、お母様はそのお父様の言いなりになってばかり、私の味方はいつだっておばあちゃんだけだった。乾いた手で惹かれながら、おばあちゃんが寝起きする離れへと歩いていく。かごめ、おばあちゃんのところでお夕飯を食べていくかい。でもお父様が、おばあちゃん一人じゃご飯が寂しくてね。だからお父さんにはおばあちゃんが言っとくからね。一人で食べるのは味気ないから、かごめにお願いしたんだよって。あのね、それじゃあ、どうしたかね。おばあちゃんは、私をせがすようなことは絶対しない。いつもニコニコして、私の言葉を待っている。あのね、お父様に、お行儀悪くしてごめんなさいって、私の代わりに言ってくれる？いいとも、ちゃんと伝えておくよ。かごめがお父様ごめんなさいって、とても謝ってたから、許してやっておくれって。しわしわの手が、私の手をぎゅっと握ってくれる。優しい、心地よいおばあちゃんの手のひら。いい子だね。かごめはちゃんと謝れる。いい子だね。歌っているみたいに気持ちのいいおばあちゃんの言葉が、私には何より嬉しかった。夜、いつもはもう眠っている時間なのに、私の目は冴えていた。眠れないのかい？まだ眠くないの。布団のそばに座ったおばあちゃんが、うちわで私を仰いでくれている。外からは、虫の鳴く声と風鈴の音。天井から釣った蚊帳が、さらさらと夜風に揺れている。あのね、おばあちゃん。みんなには内緒だけど、おばあちゃんには教えてあげる。おや、なんだろうね。私は初めてのお友達のことを、昼間会ったちいちゃんのことを、おばあちゃんだけに打ち明けた。ちいちゃんはね、ちづるちゃんっていう可愛い子なの。そうかい。どんな子だったんだい？あのお人形みたいな子だよ。あたしとそっくりな子だよ。お人形みたいな子だよね。あのお人形みたいな子だよ。目が大きくて、髪型も同じおかっぱなんだよ。あたしの左側で、おばあちゃんお手製の布団にくるまれたお人形を指さすと、おばあちゃんもうんうんとうなずく。明日も一緒に遊ぶ約束をしたんだよ。でもちいちゃんどこに住んでるのか、ちっともわからないの。今日だっていつの間にかいて、私が先に帰っちゃったから、どこにお家があるのかわからないままだったし。それにちいちゃん、今までこの辺で一度も見たことないんだよ。仰向けになっていた私は、そこでごろりと寝返りを打って腹ばいになる。お布団に肘をついて上半身を起こすと、おばあちゃんが浴衣の襟元を整えてくれた。ちいちゃんのお母さんは、うちでお手伝いしてるって言ってたけど、おばあちゃん知ってる？さあねえ。そんな人いたかねえ。いないことないよ。だって、ちいちゃんがそう言ったんだもん。そうかい？じゃあいるかもしれないね。でももしかしたらいないのかもしれない。かごめのあったのは、座敷わらしかもしれないよ。あ、そういう座敷わらしにつながるんだ。なるほど。座敷わらし？布団から出そうになった私を、おばあちゃんがそっと押さえた。まだ少しだけ濡れている髪を撫でてくれる。そう、座敷わらし。何それ？おばあちゃんは淡々と語り出した。座敷わらしというのはね、子供の妖怪だよ。妖怪？そう。でも妖怪といっても、悪さをするわけじゃない。でもちいちゃんは、妖怪みたいに怖い格好をしてなかったよ。妖怪にだって怖いものばかりじゃない。可愛い妖怪もいるんだよ。でも、お父様のいない時だけ見れるテレビアニメや子供向けの本なんかでは、妖怪はみんな怖い顔をして悪いことをするものだって書かれている。この前読んだ本に書いてあった。二口女なんて頭にも大きな口がついてて、何でもベロンって食べちゃうし。六六首は夜に首がぐんぐん伸びて、行灯の油を舐めるんだって。
妖怪が可愛いなんて私には思えない。ちいちゃんの首が伸びても嫌いになったりはしないけど、やっぱり少しは驚くだろう。もしかしたらちょっとだけ泣いちゃうかもしれない。それにうちの神社にあるご神体だって、昔悪い神様やなんかを倒したすごい人だって誰かが言っていたのに。おばあちゃんは布団に肘をついた私の方をゆっくり撫でる。いいかいかごめん。座敷わらしっていうのはね、いい妖怪なんだよ。その子がいる間は、その家は栄えるという言い伝えがあるんだから。じゃあいなくなると？いなくなってしまうと、その家はダメになってしまうのさ。嘘だ。どうだろうね、と言って、おばあちゃんは笑った。座敷わらしはね、寂しがり屋の子供の妖怪なんだよ。だからもしかして、カゴメと遊びに出てきたのかもしれないね。じいちゃんが？そうだっていうの？私の質問には答えずに、おばあちゃんは続ける。どうだろう。それにね、座敷わらしは死んでしまった子供がなるとも言われてるんだよ。じいちゃんが？もう死んじゃってるの？おばあちゃんはそう思うの？さーてね。そんなことないよ。じいちゃんはちゃんといたよ。足だってあったもん。おばあちゃんは微笑んだままだ。もどかしくなった私は、布団の上に起き上がって、おばあちゃんに詰め寄る。じいちゃんは、妖怪でも幽霊でもないよ。明日も遊ぶって約束したんだから。そうかい、そうかい。カゴメは、その子のことが大好きなんだね。だってじいちゃんは、私のお友達だもの。それなら妖怪だって、幽霊だっていいじゃないか。カゴメがその子を好きなことは、それ式じゃ、何にも変わりゃしないんだろ。おばあちゃんの優しい声に、私はぎゅっと手を握る。変わるかもしれない。変わらないよ。絶対変わらないもん。まあ、下っぽいね。もしもちいちゃんが怖い幽霊や妖怪だったとしても、やっぱり私の大事なお友達だ。私、ちいちゃんが幽霊でもいいよ。そうさね。ほらほら、そんなに興奮しなさんな。明日、起きられなくなるよ。明日はそのお大事な友達と遊ぶんだろ。うん。横になった私の上に、おばあちゃんが夏掛けをかけ直した。おやすみかごめ。おやすみなさい、おばあちゃん。いいおばあちゃんだ。明日は何をして遊ぼう。どこへ行こう。目を閉じても、胸の中で気持ちが弾んで、ドキドキする。おばあちゃんが仰いでくれるうちわの風を、閉じたまぶたに感じているうちに、いつの間にか私は眠ってしまった。いいおばあちゃんだなぁ。いいおばあちゃんだな、本当に絵に描いたようないいおばあちゃんだ。次の日もやっぱりいいお天気で、何日も続く晴天に、山の緑も少しぐったりするような、そんな暑い日だった。私は膝にお人形を乗せて、いつもと同じようにお気に入りの庭石に座っていた。この庭石はすっかり苔に包まれているから、日に照らされて暑いどころかお尻が少しひんやりする。足元には家の蔵から運んできたおままごとの道具があった。私にはよくわからないけれど、これはみんな貴重な骨董品なんだという。大丈夫、それはおままごとに使っちゃって。でもこれ絵見ると結構欠けてるけどね。端が欠けてしまったりして使い物にならなくなったものを、おままごと用におばあちゃんがくれたのだ。ああ、なるほどね。もらったのはずいぶん前のことだけれど、出してきたのは今日が初めて。今までは友達がいなくて蔵にしまい込んだままだったけれど、やっと使うことができる。けなげすぎる。今日はこれでおままごとをして遊ぶんだ。私とちいちゃんとお人形さんがいれば、お父さんとお母さんと、それに赤ちゃんの3人家族でおままごとができる。ワクワクしながら私はちいちゃんを待った。一人で過ごす時間も長く感じるものだけど、誰かを待つのはそれよりもっと長く感じるものだって私は初めて知った。たった5分は1時間にも感じてしまう。来ないね。私はお人形に言った。あなたの名前もね、ちいちゃんと一緒に考えるって約束したんだよ。お人形はまぶたを開けたり閉じたりするだけだった。今日もね、おむすび持ってきたし、卵焼きだってあるんだよ。2つずつお台所からこっそり持ってきたのだ。昨日は1人分しかなかったから、1人分を半分にするのも楽しいけど、それだとすぐにお腹が空いてしまう。昨日のこと、夢だったのかな。それとも、寝しなにおばあちゃんが話してくれたことを、私は考えていた。大事なお友達だって思ってるけど、ちいちゃんは違ったんだろうか。昨日話しただけで飽きちゃって、
もう私のことなんて忘れちゃってるのかもしれない。そう思ったら少しだけ涙が出てきた。慌ててそれを手の甲でゴシゴシこすっていると、植え込みから声がした。はい、っていうところなんですが、一旦切りがいいんでここで切りたいと思いますが、きっと来てくれるんでしょう。まあただ、妖怪っていう説はちょっと拭えないよな。妖怪というかまあ、実際にはいないっていうね。はい。というわけで次回どうなっていくのか、そしてこんな純粋な鴨泉警部補は全然想像ができないので、まだ、このね、かごめちゃんと鴨泉警部補がまだね、完全にはくっついてないんですけど、僕の中で。はい。それももしかしたら何かあるのかもしれないんで、楽しみにしていけたらと思います。というわけでまた次回お会いしましょう。プライムでした。バイバイ。